どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回は伊坂幸太郎さんの作品いきたいと思います。週末のフール、はい、終わる末と書いて週末、これをちょっと喋りたいと思います。週末のフールはですね、伊坂さんの作品はいろいろありますけども、その中でもちょっと異色なのかなと僕は思っております。まあ、どういう話かと言いますと、とりあえず世界が滅亡するんですよ。8年後にこの世界終わりますと、地球なくなりますという予言をされた。どうやらそれは本当っぽいというのがまず前提にある。で、世の中が混乱する。で、それから5年の月日が経つ。で、8年後ですって言われたんで、まあ、5年経ったからあと3年で世界はなくなるっていう状況の世界、混乱とか、人がちょっと狂っちゃって、どうせ死ぬんだからもう好き勝手やるっていう人も増えて、それがだいぶ落ち着いたぐらいになってるんですけど、設定的には。で、そこの仙台市の、とあるマンションの、住人の話が、7、8ぐらいあるんですけど、だから、まあ、週末のフールっていうタイトルですけど、週末のフールは一番最初の人の話で、そこから何々何々っていっぱいあるんですよ。これはね、よくこんな設定作ったなっていうところがまず魅力です。しかもその世界が終わるって、終わる寸前じゃなくてすげえ中途半端な、あと3年猶予がある、もしかしたら助かるかもしれないっていう気持ちも出たりするじゃないですか。あえてそこをピックアップするっていうところが、なんかいいとこつくなって、普通はしないよなってなんか思っちゃうんですよね、僕は。普通って何なのか分かんないですけど。で、まあフールだから嘘、うん、まあ最初はその親子の話、親子の嘘がまあ描かれてるんですけど、要はその世界が終わるっていう風になっても人生がなくなる、そうなった時に人はどういうことを思ってどういう行動を取るかっていうことが、まあすごく描写されてるかなって思って、うん、それはすごく、それは美しかったり醜かったり様々ですけど、純粋だったり、そこのね、描き方がね、個人的にはすごく好きで、この作品はすごい好きなんですよ。まあ、伊坂幸太郎さんって言ってる時点で僕全部好きなんですけど、から、まあ、他にもね、復讐をするとか、あえて恋をするとか、で、まあいろいろその主人公がこう、まあ、短編集みたいな感じなんですね。舞台は一緒なんだけど、主人公が変わるんだけども、まあ同じマンションの住人だから、やっぱつながっていて、あ、さっき出たあの人が、あ、ここに出てきてるみたいなのもあってね、絵が想像しやすい。自分がそういう窮地に立った時に、まあ、それを窮地と呼ぶのかどうかも危ういですけど、自分はどういう行動を取るんだろうなとか、なんかそういうことをね、思わせてくれる作品ですね。まあ、誰の気持ちもわかるし、なんとなく、まあ、そういう立場になったことがないから何とも言えないんですけどね、そこがね、よくそんな想像できるなって思います。この週末のフール、いや、なんか映画化されるみたいな噂というか、そういうのなんか聞いたし、なんか映像でも一回出たような気がするんだけど、結局出てないんですよね。こういう作品こそ邦画が味出せる作品じゃないかなって思うんですよ。洋画みたくアクションとか、まあ、CG だったりそういうのでは勝てないから、日本はこういうすごく深みのあるもの、見る人にとって捉え方が全然違う感じっていうのが日本映画のいいところなのかなって僕は思ってるんですけど、週末のフールは基本的にその原作があって映画化するって反対なんですけど、週末のフールはね、やってほしいっちゃやってほしいかなっていう作品ですね。これ漫画も出てますけど、漫画は
抜粋されてるんで全員分書いてないんですよね。ここがちょっと残念で、まあ世界が終わるってい う, こう絶望が目の前に立ちふさがってますけど、人間らしい前向きな生き方考え方がすごくね好きです。もう好きしか言ってません。はい、というわけでぜひ読んでください、お時間ある方は。じゃあ今回の紹介曲いきたいと思います。何がいいかなと考えてたんですけど、一回僕虹色映像でもこの週末のフールのこと喋ってるんですよね。その時は僕自分のオリジナルを歌ってるんですよ。それは週末のフールを読んですごく自分の中で思いが溢れてきてというか、すごくそのことを書きたくなって作ったオリジナル曲があって、まあそれを紹介してるから、今回それ別にやってもいいけど、なんか同じだなと思って、あえてプロの人の歌を、かけたいと思います。結構懐かしいかなと思います。ヒステリックブルーの二人ぼっちという歌を聴いてください。虹色音声はこのまま終わりたいと思います。それではさいなら。